フィリップ・スミスはアメリカ合衆国のトランペット奏者。1978年10月から2014年までニューヨークフィルハーモニックの主席奏者を務めた。彼は英国で生まれ、旧西軍の背景がある。彼は最高のトランペット奏者の一人として世界中から高い評価を維持している。彼は1978年6月にニューヨークフィルハーモニックの共同主席奏者となり、 1988年に主席を引き受けた。彼はブラスバンドの支持者でもあり、団体で卓越したパフォーマンスをした。2013年、フィリップ・スミスはジョージア大学でウィリアム・ F ・プロクジー教授とパメラ・ P ・プロクジー教授と同様にトランペット科教授として発表された。そこでは彼はブランドン・クラスウェルと並んで教えることになるだろう。 スミスの前のこのポジションは元カナディアンブラスのトランペット奏者フレッド・ミルスとフィラデルフィア管弦楽団の主席奏者デイビッド・ビルガーに占められていた。フィリップ・スミスは8歳の時にコルネットの偉大な奏者である父デレック・スミスの元、コルネットのレッスンを始めた。スミスは1970年にジュリアード音楽院に入学しそこで彼はエドワード・トゥルーテル ウィリアム・バッキアーノ、ウィリアム・ボックヤーノの指導の下、オーケストラの演奏を初めて経験した。ジュリアードでの最終学年の時、スミスは、ゲオルグ・ショルティのシカゴ交響楽団の第四トランペット奏者として受け入れられた。3年間、スミスは、アメリカのオーケストラトランペット奏者史上、最も素晴らしい奏者の一人として、広く知られている、主席奏者のアドルフ・ハーセスのそばで演奏することに、 なった。スミスは以下の4つの楽曲の初演をニューヨークフィルハーモニックと行っている。彼はニューヨーク市のジュリアード音楽院で働き多くのアルバムを残している。ありがとうございます。